アーキビスト、アーキビスト、A とは、永久保存価値のある情報を査定、収集、整理、保存、管理し、閲覧できるよう整える、専門職を指す。アーキビストの扱う情報は、写真、ビデオ、録音、手紙、書類、電磁的記録など様々な形式を取る。アリゾナ州立図書館デジタル行政資料部長の、リチャード・ピアス・モーゼスの言葉を借りるなら、 アーキビストとは、確実な過去の記憶として永続的な価値を持つ記録を保存し、その記録の山の中から、その人が必要としている情報を見つけ、その情報を理解する手助けをするものである。日本では日本語の訳語が定着していないことからも、察せられるように認知度が低い専門職であるが、例えば日本の図書館において、書籍、雑誌のみならず、歴史資料の古文書、古写真、 行政資料などの否定形の記録類も、司書が必ずしもこれらの扱いの専門教育を受けては、いないにもかかわらず保存管理を担うことが多い。あるいは図書館ではなく博物館において、学芸員が非記録性の資料類と同様に管理を行うことも状態である。しかし、すべての欧米諸国や、少なからぬ非欧米諸国では、これらは、司書、ライブラリアンや、 日本の学芸員に相当するとされる、キュレーターの担当分野ではなく、アーキビストの担当分野とされる。アーキビストの仕事は、新たなコレクション、収集物を入手したり査定すること、記録を順番に並べたり説明書きを加えること、閲覧者に利用案内をすること、資料の保存処理を行うことなどである。アーキビストは、記録を整理する際、二つの重要なルールに従う。 記録の出所や、権利保持者、そして元の、整理する前の順序である。倫理に照らし合わせる作業も怠ってはならない。このような一般の目には見えない作業と同時に、コレクションの翻訳や説明を加えて閲覧者を、助けたり、問い合わせに答えたりする。アーキビストは、政府機関、地方自治体、博物館、病院、歴史協会、非営利や営利団体、大企業、 大学などで働いている。またその他にも、研究や、展示や家系図作成に携わる人間などが、貴重であるする資料を保管している場所でも仕事に、ついている。大家族あるいは、個人の膨大なコレクションの整理に従事する者も,もいる。アーキビストはしばしば教育者でもある。自身が管理するコレクションに関連するテーマについて、大学で講義を持つことも珍しくはない。 文化機関や地方自治体に雇用されているアーキビストは利用者がコレクションの閲覧方法を知ってコレクションについて理解を深められる要教育的なプログラムを用意したりコレクションに関心がない人々に働きかけるプログラムを考え出すこともよくあるコレクションの展示、プロモーションイベント、メディアでの紹介にまで仕事が及ぶこともあるアメリカ合衆国においては アメリカ議会図書館とアメリカアーキビスト協会がアーカイブ目録作品符号化の標準規格である EED ・インコダド・アーカイバルディスクリプションアーカイブ符号化技術を同で導入して以来年々高まる資料のオンライン閲覧の要求とも相まってアーキビストには1990年代より情報処理の知識を要求されるようになっている研究者にオンラインで 目録作品を提供するために、アーキビストの多くは、基本的な XML を心得ている。様々な仕事内容や職場環境であるため、アーキビストは、広い範囲の技能を必要とする。ほとんどのアーキビストは、大学院で1年、ないし2年プログラムのアーカイブ学の修士学位か、高等免除を持っている。アーキビストは、単にアーカイブ学を収めるだけでは、 不十分で、扱う資料の専門知識、記録管理の最先端知識、公開審査に関する法的知識、修復、保存のハイテク技術といった学術、技術的背景を求められる。そのため大多数のアーキビストは、アーカイブ学の他に、図書館学、図書館情報学、歴史学、政治学、法学、記録管理学、コンピュータサイエンス学といった専門分野で、 修士学位を持っている。英国では2006年現在、アーキビスト協会認定のアーカイブ管理の修士課程コースはフルタイムとパートタイム合わせて4つある。モジュール方式の遠隔教育コースも増え続けている。英国のコースに入学するには関連する職歴、あるいはボランティア歴が必要とされるため、ほとんどの学生は1年の見習い契約を結ぶ。アーキビストは、 図書館学や図書情報学の博士号を得ることも可能である。PhD を持ったアーキビストはしばしば教鞭を取ったり、大学のアーカイブ学部長などを務めることがある。学位ではなくアーキビストの免状のみを取れるコースもある。アイルランドでは、アイルランド国立大学ユニバーシティカレッジ、ダブリン校にて、アーキビスト協会から認定されたアーカイ学の高等免状を得ることができる。 アメリカ合衆国では、アーキビストの免状プログラムを得るための補助的なクラスを公認アーキビスト学会が行っている。公認アーキビスト学会が発行する免許に批判的なグループは、年会会員費、免許試験内容の理論面と実践面のバランス、会員の5年ごとの免許更新などに反発している。英国では、アーキビスト協会の訓練コースを履修すると免状が与えられる。 多くのアーキビストは、アメリカ合衆国アーキビスト協会、カナダアーキビスト協会、英国、アイルランドアーキビスト協会や、各地域の協会などの専門組織に属している。これらの組織は、メンバーやアーキビストに興味を持つ者が、継続して、職を極めていける、要専門クラスを設けている。アーキビスト分野で著名な先駆者は、イギリスのサーヒラリー・ジェンキンソン。 アメリカの T.R. シェレンバーグ、アーンスト・ポズナーとマーガレット・クロス・ノートンであろう。1922年、ヒラリー・ジェンキンソンはアーカイブを初めて学術的に見たアーカイブ管理の手引き、現代マニュアル・オブ・アルシーブ・アドミニストレーションを出版した。この本の中で、ジェンキンソンはアーカイブの倫理面と物理面の両方を守ることがアーカイブ作業の中心的な信条となるべきだと、 述べている。この心情をもとに、彼はアーカイブとは、どのようなもので、どのような働きをなすものかを考えた。1949年に、ジェンキンソンは、サーの称号を与えられている。1956年、T.R. シェレンバーグは、近代のアーカイブス、現代モダンアーカイブスを出版した。学術的な教科書として書かれたもので、 アーカイブに関する方法論を提起し、アーキビストの仕事の流れや整理について詳しい、技術的な指導を含んでいる。1972年、アーンスト・ポズナーは、古代世界のアーカイブ、現代アーカイブスインザ・エンシェント・ワールド ISBN0674044630 を出版した。この本で彼は、アーキビストは新しい仕事ではなく、歴史の記録を見れば、昔から、 様々な社会に存在していたことを強調している。1975年にマーガレット・クロス・ノートンによるエッセイを集めたものが、アーカイブスとノートン、アーカイブと記録管理についての、マーガレット・クロス・ノートンの著作、現代、ノートン・オン・アーカイブス、ザ・ライティングス・オブ・マーグロット、クロス・ノートン・オン・アーカイバル、アンドレ・コーズ・マネージメント ISBN-0809307383 として出版された。 ノートンはアメリカアーカイブス協会設立者の一人であり、イリノイ州の公文書館で数十年働いた経験をもとにエッセイを書いている。アーキビストや公文書館の先駆けとなったイギリス、フランスをはじめとするヨーロッパ諸国、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどには大学院や国立アーキビスト養成学校が存在する。 スタートの遅れたアジアでも、すでに中国の大学院には、アーキビストの博士、修士課程、韓国にも修士課程がある。またこれらの国では、公文書館や記録管理局に、アーキビストの採用枠が法律で定めれており、専門職として確立している。つまり、薬局に薬剤師の配置が義務付けられるように、公文書館にはアーキビストが必要とされている。 大学院や国立高等養成機関で専門の学業を積んだ海外のアーキビストに比べ日本では国外でアーカイブ学を収めた国少数を除いては全く基礎知識のないまま事例によって公文書館にことするものが大多数で仕事をしながら徐々に学んでいく OJT 形態をとっているのが実情である大学院レベルで アーカイブ関連の学位を設ける大学が2から3あるのみで、カリキュラムも統一されておらず、卒業生が公文書館に就職することもほとんどない。アーカイブ職についているものの大部分は、大学の専攻の1科目や特別講義、公文書館や資料館主催のアーカイブ講座や研修会を修了しただけであり、これはアーカイブ先進国においては、アーキスト助手や公文書館、 ボランティアレベルの教育内容である。もちろん資格を定める法律もなく、アーキビストという名称も社会に浸透していない。これは日本におけるアーカイブズ、永久的に保存されるべき、過去の記録に対する認識の低さが背景にあるとみられる。日本では永久保存されるべき記録といえば、歴史的価値の高い資料を連想しがちである。アーカイブ学は、 歴史学の補助的学問だと思い込み、アーキビストを歴史資料館や博物館の学芸員のよう考える嫌いがある。しかし保存すべき資料は国宝級の古文書や資料だけを指すのではない。観光省が作成する公文書、いわゆるお役所の書類も確実な歴史の記録であり、行政の記録である。公文書の永久保存、一般公開は行政の透明化や、 不祥事の歯止めにつながり、非常に重要な意味を持つ。また、法律や政策の立案プロセスが保存されていることは、後世の政策転換や法文の修正が必要になった時に重要な指針となる。日本人の間で公文書保存の意識が希薄であるのは、一つは、情報公開、国民の知る、権利、市民オンブズマンといった民主主義的概念が、 近年まで社会に浸透していなかったためであるし、非民主的な運営をされている国家でも、公文書保存制度が充実していることが少なくないことを考えと、近現代の日本社会に図書館や博物館も含めて実物資料を保存する社会システムが根付かなかった原因をより深く分析する必要性もある。官僚機構が縦割りの小さなセクトに細分化されて、 蓄積された資料に基づく情報を指針とした戦略的な行政が行い難いという現状も公文書の保存の必要性を行政が実感していない一つの要である。1987年の公文書館法を経て1999年にようやく情報公開法が施行されたが、こうした法律の整備は従来未整理のまま放置されていた公文書から 保存公開されるものを選抜するプロセスで、重要な公文書の意図的な廃棄を誘発している、ことも指摘されている。こういった行政の遅れが、公文書館やアーキビストの認知不足につながっていると、えよう。アーキビスト養成教育や認定資格を設立し、アーキビスト間の交流や研究の共有を目的として2004年4月に、 日本アーカイブズ学会が設立された。2008年4月、学習院大学大学院人文社会研究科に、アーカイブズ学専攻課程が設置された。国立公文書館の公式サイトに紹介されている、アーキビストの仕事手順は、規模の差こそ荒れたの公文書館とも共通するものである。アーキビストの職場は、空調で、資料保存に、 最適な温度、摂氏22度と湿度に保たれており快適であるが、群状に用いた化学物質の暖流や古文書に付着したカビや細かいゴミによる健康被害が異様暴毒や防人に留意すべきである。日本の現状ではアーキビスト職の確立が第一の目標であるが、ハイテク知識を持つアーキビストの要請も急がれる。オンラインで閲覧できるデジタルアーカイブスの公開。 電子メールや電子ファイルといった電磁的記録の保存、莫大な資料のデジタル圧縮保存などアーカイブズの世界でもコンピューター化が進む一方である。実際にデジタル移行を行うのは技術者や作業者であるが、アーキビストはコンピュータの知識なくして閲覧方法の指導やデジタル処理の指示を行うことはできない。また、媒体の劣化に伴う 資料修復と保管に関する科学的、物理的な基礎知識も必要とされる。日本の古文書は色褪せや中外の少ない和紙であり、用紙の中でも劣化が特に激しいサルファイトルプ製造の導入が遅れたという二つの幸運に恵まれ、欧米に比べて劣化資料が少ない。しかし、江戸時代後期から絵蔵紙などに用いられた虫食いに合う劣悪和紙、 物資の少ない太平洋戦争直後の粗悪な戦火し、その後1980年代に中性子が開発されるまで使われていた三性紙など、今後資料を保存していく上で、資料劣化問題を避けては通れない。傷んだ部分を修復する技術や、劣化が著しい資料のマイクロフィルム化や、光ディスクへのデジタル化に関する知識、さらに永続性があり、 物理的劣化が少なくより記録密度の高い媒体、開発の最先端上を持ち、資料閲覧者の利用方法とのバランスを考えて、修復や媒体変換の提案を出すのもアーキビストの役目である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。